日本東京都北区東十条東十条は東京都北区の町名。現行行政地名は東十条1丁目から東十条6丁目。全域が住居表示実施済み区域である。郵便番号は114-0001。東京都北区の中央部に位置し、王子地区内にあたる。北は赤羽南、神谷、東は神谷、王子。 南は、岸町、西は、中十条と接する。JR 東十条駅を中心に、京浜東北線の線路の東側に広がる住宅街である。いわゆる十条地区の東端にあたる地域だが、十条地区の田町に比べ低地になっている。住宅地の地下は2018年1月1日の工事地下によれば、 東十条1の15の14の地点で42万8000円平方メートルとなっている。1871年11月14日に、浦和県から東京府に編入された。1889年の町村制出港時点では、大部分が北豊島郡王子村に所属する区域であり、当時の大和城十条及び、大麻市も十条の一部あった。 王子町は1932年に東京市へ編入され、王子区へ移行し、大技町十条、大技下十条は、上十条町、下十条町となる。1939年に、上十条町、下十条町のそれぞれ一部より、東十条一丁目から六丁目が成立した。1947年に、王子区は、 滝野川区と合併式宅が成立。その後1964年に住居表示により、東十条一丁目から六丁目全域及び上十条町、上谷町などのそれぞれ一部を合わせて、現在の東十条一丁目から六丁目となって、現在に至る。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。